で七十門徒に数えられる聖人であり、初代ビザンティオン主教。記憶日は11月13日。日本聖教会による祈祷書における表記はスタヒー。スタヒスは現代ギリシア語からの転写。日本聖書教会の新教同訳聖書では、スタキスと表記されている。聖教会では、聖使とアンドレイに続いて、 ビザンティオン主教となったと伝えられている。ビザンティオン主教座は後にコンスタンディヌーポリー総主教座となったため、コンスタンディヌーポリー総主教のリストでは、聖師とアンドレイの直後に名が挙げられる。新約聖書のローマの信徒への手紙16章9節に言及されているスタヒーが、70門とかつビザンティオン主教と伝えられるスタヒーであるとされる。 該当箇所の記述によれば、聖史とパウェルの弟子であるが、新約聖書には他に、スタヒーについて記述されている箇所はない。アルギロポリに教会を設立し、16年間伝道に従事した後、致名したと伝えられる。その死について、はっきりしたことは伝えられていないが、スタヒーという名が、ホという意味なので、 迫害によって、鎌で首を切られたという伝承が存在する。日本正教会による転写は、中世ギリシア語と教会スラブ語を経由したものであり、日本聖書教会などが古典ギリシア語とラテン語を経由した転写を採用しているのとは異なる。コンスタンディヌポリ総主教長のページでは安らかに、永民したと記述されているが、本記事では、 参考文献に記載された伝承を取った。ありがとうございます。